いいんだろうみたいなさ、ね、やっぱね、ミューズとの大関のことは、ね、自分で、ね、大関がミューズに、な、ぶちまけろと、西山でも俺でもいいんだよと、ね、悪口でもな、いいから言いたいことを全部言えと言ったら、西山がミューズんちに突してきて、ミューズは警察を呼びましたと。で、大関さんがそういうふうに言ってから、全部言ったら、西山くんさん来たじゃないですかと。それなのに、身内は、俺たちは大関組じゃなくて、西山組なんだと。で、西山連合だ、みたいな感じで言ってて。で、昨日か？それが一昨日の事件で、で、昨日は、今日か？昨日か？昨日なんか夜配信したみたいで、で、大関とその身内っていうのがまた電話して、今度は仲直りで、なんか言わ、あの、ね、いい、なんていうの、口で丸め込まれちゃったみたいな。ね、いや、お前はそういうふうに言って、なんか自分で親にも、なんかお前はゴミだクズだって言われてぶっ飛ばされたみたいな、そういうことを言ってて、お前そんな、よく辛いことを俺に言ってきてくれた？でも、とか言って、なんか大関が泣き始めて、なんかお前の気持ちわかる、俺もそういうこと言われたことあるとか言って。お前、ミツ、お前の気持ち、俺よくわかるよ、みたいな感じで泣き始めて。で、ミュウツーは、あ、みたいな。で、あれはもう、謝ったっていうね、